イートヨマリエ25が主演を務め野島伸司氏がオリジナル脚本を手掛ける連続ドラマ「何曜日に生まれたの」南「何馬テレビ朝日系日曜夜10時から」が視聴者の間で評価が高まっているまた放送開始が8月6日と今季連ドラでかなりの後発となったが配信サービスティーバーでは先行しているドラマに食い込みランキングでジャンプアップしている このドラマは、18歳から10年間引きこもっていた、黒目水、飯豊マリエが主人公。二人暮らししている漫画家の父、ジョージ・陣内貴徳、65、が、ベストセラー作家、久文流園溝端淳平34、と、水をモデルにした作品を共作することから動き出す、先が読めない予測不能の衝撃ストーリー。第1話では、 水の元に高校時代の同窓会の案内が届く。引きこもりになった原因は高校時代に引き起こしたバイク事故にあったため、トラウマだらけの思い出に苦悩する水だったが、くもの説得で出席することに。しかし、会場のトイレに閉じこもってしまい、意を決して出たときには同窓会はすでに終了していた。続く、8月13日放送の第2話は以下。 同窓会の会場から出てきた水は、サッカー部のマネージャーだった彼女が思いを寄せていた、エースストライカー、枝優真馬、井上勇輝27と再会し、連絡先を交換する。ジョージは娘の勇気ある行動に感動するが、くもは、10年前に共にバイク事故を起こした、エース MF、天宮淳平、U28 との話を求める。後日 スイは枝に電話で誘われてサッカーグラウンドへ。そこには高校時代の仲間がいて、スイとの再会を喜んだ。すると、バイクに乗った雨宮がやってきてスイを抱きしめると、リハビリが終わって学校へ行ったら、スイは学校からいなくなり、家も引っ越していたと告げ、すまなかった。全部俺のせいなのに、と語りかける、という展開。視聴者の X、Twitter。 情の反響は、飯豊マリエが素晴らしく良い。溝端淳平もシシドカフカも良いし、父と娘のよるべない孤独感も良い。演出も音楽も、エモいとはこのことか。野島真嗣なのでいつ辛くなるのかざわざわしながら見ているけれど、演熟の作品なのかもしれない、などと演者、脚本とにも称賛の声が寄せられている。脚本は1990年代に、 101回目のプロポーズや、一つ屋根の下、共にフジテレビ系など、大ヒット作を生んだ野島真嗣氏。しかし、2000年代に入るとカリスマ的な勢いは弱まったようで、ここ10年以上はヒット作に恵まれていなかった。地上派の連ドラは5年ぶりの野島氏ですが、南馬は、教師と生徒の恋愛や同性愛などを書いた1993年の、高校教師。 や、いじめと自死、父親の復讐などを書いた翌年の、人間、失格、例えば僕が死んだら、ともに TBS 系のように、ドロドロぶりは変わっていません。その一方で、水のオタクっぽい言動など、コミカルなシーンも入っているため、テンポがよく引っかかりなく見られます。これは、演出の大塚氏の力が大きいのかもしれません。ドラマラマイター、山川。 本作の演出を担当する大塚教授氏は、夫に不倫された妻の復讐方法がやばいと話題になった、全クール放送の深夜ドラマ、夫婦が壊れるとき、日本テレビ系、土曜日0時30分を手掛けていた。こちらもドロドロした内容ながら、テンポの良さで視聴者を引き込み、深夜枠ながらも TVer のドラマランキング1位を獲得したことも、今後のドラマの本筋がラブストーリーか、 ミステリーか、人間ドラマか、社会派になるのか、どうなるのかわからないのも野島作品らしいです。今季放送の各ドラマがすでに盛り上がっている中、遅れてスタートしたため視聴率は低調ですが、90年代の野島ドラマのファンだけでなく、若い視聴者層も巻き込む、エモさに期待したいです、全同。第2話の世帯平均視聴率は2.6%ビデオリサーチ調べ。 関東地区と今季プライム枠の連ドラで最下位になってしまった。一番の話題作、日曜劇場「v 版 t b s k が15分拡大放送で「ナンウマ」の冒頭数分と被る不運もあったが、配信サービスで見られたのが救いだった。そのおかげもあり、ドラマ好きからの「ナンウマ」支持は今後伸びていく可能性はあるだろう。